はい、どうも皆さんこんにちは、ソルトです。スカイリム前回の続きからやっていきたいと思います。ホワイトランに着いたところでございまして、なんか今言い争いをしてたお姉さんかないましたね。ここちょうど鍛冶屋みたいなのがあるんですね。あ、セーブに入ったぞ。大丈夫ね。鍛冶屋、新しいのはここ場所が変わっても作るものは変わらないのかなと思う。スキルかな、もしかしたらスキルが上がれば増えるのかな。さあ、今回の目標はまず、そうですね、お金をもらわないといけないですね。プロベンタスアベニッチから賞金を受け取るということで、向こう側か。お前を知っている？え？知らないの？何か買いたいならいい品が揃ってる。おお、すごいね、広いね、ここ。お母さんと一緒に働いてるんだ。おお、偉いお嬢ちゃんだ。この上だね。これ外から見えてましたね、この建物は。うわ、すごい建屋だね。ドラゴンズリーチ、綺麗だね、ここは。おお、すごいね、こんな池もあって。さあ、ドラゴンルリーチに入ります。おお、すごいな。さあ、矢印がこの部屋の中だね。おい、ちょっと待って、おい、なんで剣抜いたんだ、お前。敵ではないのか、これは。邪魔してどうしようっての。バルグルーフ市長は訪問者には会わないわよ。なるほど。ヘルゲンからドラゴンの攻撃について報告がある。まあ、だから衛兵が中に入れたのね。それならいらっしゃい。市長が個人的に話したいそうよ。オッケー。この俺は矢印の方が気になる。で、ヘルゲンにいたのか。ドラゴンを自分の目で見たのか。これはなんて答えるか。帝国に首を切られそうになっていたとは言えないからね。帝国はウルフグリックストームクロークを処刑するところだった。その時ドラゴンが攻撃した。これだね。やはりこの件にはウルフリックが首を突っ込んでたか。考えればわかることだったな。今はどう思う、プロベンタス。壁の強さを信じ続けるか、ドラゴンを跳ね返せるか。市長、直ちリバーウッドへ兵を送りましょう。山でドラゴンが待ち伏せしているなら、当面はそれが一番危険です。アルクリエスの特徴は挑発と考えるはずです。我々がウルフリックと共に攻撃を仕掛けてくると思うでしょう。もういいだろ。そうするべきではないと。ドラゴンが私の要塞を焼き尽くし人々を殺しているのに、ロケット突っ立っているつもりはない。イリデス、今すぐリバーウッドに部隊を送ってくれ。ええ、市長。もういいか、仕事に戻るよ。それが一番いいだろう。いや、待ってくれ、お前には話がある。よくやった。おいおい。自分でよく俺を探し出してくれたな。ホワイトランに果たしてくれた貢献は大きい。このことは決して忘れないぞ。ほら、ちょっとした感謝の印と思って。鋼鉄の鎧を追加。もう一つお願いしたい。おそらくお前のような特殊な才能を持った者にふさわしい仕事だと思う。さあ、王宮魔術師のファレンガーを探しに行こう。ドラゴンに関連したことやドラゴンの噂についてずっと調べてもらっていたんだ。と言いながら、ちょっと待て、俺はあいつを探しに行く。お前を知ってるぞ。ちょっと待て、おい、待て、お前、こら。想像通り、市長はご多忙だ。代わりに話を聞く。レドラン家の隠居所にいた山賊の頭は死んだ。賞金を受け取りに来た。見事だ、随分役立ってくれたな。ほら、報酬だ。100ゴールド、小さいな。ドラゴンズリーチを満喫するといい。ありがとう。
さあ、首相、首長はどこ行った？バレンガ、この人、ドラゴンの剣で助けになってくれる人を見つけた。ああ、詳しい事情を全て話してやってくれ。首長はお前が役に立つと考えたと？それならドラゴン研究のことを言っているのだろう。そうだ、誰かに取ってきてほしいものがある。取ってとは言うが、危険な廃墟を探索してもらうことになる。そして実際に存在するかもわからない古代の石板を見つけ出してもらいたい。いいだろう、どこに行って何を手に入れればいい？単刀直入だな。つまらぬ方法や理由の論議がいらんとは気に入った。くだらん詳細は置いておくとしよう。前にある石板がブリークフォール基地。前回言ったね、ブリークフォール基地。あ、完了。ドラゴンの埋葬地の地図が書かれてあるというドラゴンストーンだ。これを手に入れましたね、私。ブリークフォール墓地に行き、その石板を見つけてきてくれ。間違いなく中央の間にあるはずだ。それを届けてくれればいい。簡単だろう。おお、もうそのまま進みましたね。古い石のことが。ファレンガーにドラゴンストーンを渡す。おお、ブリークフォール墓地のドラゴンストーン見つけてあったか。お前は市長がよこしてくるいつもの役立たずどもとは違うらしい。それで報酬はどうなる？もしくはドラゴンストーンを手に入れた次は何だ？こっちだね。お前の仕事は終わった。え、ここからはこちらの仕事だ。精神に関しては、残念ながらスカイリムでは過小評価されている。才能があるならウィンターホールドにある魔術師大学に入るといいかもな。さあ、アルケイン不樹木、これだね。これで解除、いらないやつをね。ああ、この剣を解除するかどうか、ファレンガすぐ、まあ、してもいいか。近くでドラゴンが目撃。よし、これもいらないからね。いらないものはすべて解除だ。オッケー。ドラゴン素晴らしい。どこで目撃された？何をしていたのだ？もう少し真剣に受け止めた。ドラゴンが見つかったっていう話をしてますね。ドラゴンがホワイトランを襲うと決めたら止められるかどうかわからないわ。なんかすごい面白そうな話をしてますね。ところで、君は西の監視塔から来たとイリレスに聞いたか？かしこまりました。話してくれたことを彼にも話して、ドラゴンについてのことよ。ねえ、その通りです。南から来るのを見ました。早かった。今まで見たこともないくらいに。何をしたんだ？監視塔を攻撃しているのか？いや、閣下、出てきた時には上空を回っていました。今まであれほど早く走ったことはありません。後を追ってくると思ったのです。よくやったぞ。ここからは俺たちがやろう。弊社に入って何か食べて休め。それだけのことをしてくれたよ。イリです。何人か衛兵を集めてこっちに降りてきてくれ。中央門に集合するよう部下に指示してあるわ。よし、俺をがっかりさせるな。堅苦しい挨拶など交わしている暇はない、友よ。友、もう一度手を借りたい。イリレスと一緒に行って彼女がこのドラゴンと戦うのを助けてほしいんだ。ドラゴン戦か。君はヘルゲンを生き延びた。ここにいる誰よりもドラゴンに関する経験があるからな。だがファレンガーのためにドラゴンストーンを取り戻してきてくれた功労は忘れていない。感謝の印としてお前にはこの町で土地を購入する許可を与える。アベニッチには指示して。おお、土地が買えるのか。それと贈り物も用意した。これも受け取ってくれ。一緒に行くとしよう。この目でぜひドラゴンを見てみたい。ほう、霊気耐性のついた盾。両方を危険にさらすことはできない。ここに残ってドラゴンの脅威から町を守る方法を一緒に考えてほしい。仰せのままに。よし、まあ早速ね、もらったんで解除いたしましょうか。これは鹿栄光家庭。霊気耐性はね、持ってなかったんでね。なんかすごいストーリー後ろへ進んでますけど、まあいいとして解除 OK。 不自由で結構つけれるのが増えてきましたけど、まあ今はまだつけなくていいでしょう。
さっさ。あ、来た来た。さあ一緒に行こう。ドラゴンを見れるなんてなんと羨ましい。さあこの人と一緒に行けばいいんだろうね、多分。イリス行こう。イリスのその防具かっこいいよね、なんか。そういやもらった装備を見てみましょうか。鋼鉄の鎧ってこれ重装だけど34。あ、こっちの方が防御力高いぞ。なるほどね。じゃあもうこれいらないや。ぽい。わ、夜なんだ。あれ、イリスもう降りた。早いな。イリス早すぎだろ。おイリスどこまで行った。早っ。待てよ、お前を知ってるぞ。いや俺を知ってるってどういうことなんだ。お前は待てよ、お前を知ってるぞ。間違いだろ。間違いではない。お前は手配されていたのだ。さあ罪を償え。あー、なるほどね。さっきの分だ。降参だ。罰金を払おう。5ゴールドいいだろう。では持っている盗品はすべて回収する。そうしたら自由の身だ。幸運を。間に合うといいが。まあ、5ゴールドで済むならね。盗品はないですし、私。さあイリスさん追いかけよう。あ、いたいた。ヘルゲンがドラゴンに襲われたらしい。どんな恐ろしい奴が来ても準備はできているぞ。傭兵の仕事には状況を説明するわ。お、こいつらか。ドラゴンが西の監視塔を襲っているわ。何？まずいことになったな。聞こえたでしょ、ドラゴンって言ったの。聞こえてるかな。どこから来て誰が連れてきたのかなんてことはあまり気にしてないわ。知りたいのはホワイトランを襲うなんて間違いをどうして犯したのかよ。だがドラゴンと戦えるのか。いい質問ね。誰もドラゴンを見たことがないし戦うなんて考えたこともないわ。でも名誉にかけて戦う。邪魔ですか私。負けるとしてもね、はい、このドラゴンは故郷家族を襲った。この怪物から逃げたらノルドって名乗りなさいよね。いや俺ノルドなんですけど。一人で戦わせるつもり。やめろ。すんだ。でもここでは名誉以上のものがかかってるわ。考えてもみなさい。最後の時代以来スカイリムで初めて見つかったドラゴンなのよ。あいつを殺す栄誉はもらったわ。あなたが一緒ならね。俺に言ってるのか。じゃあどうするの。ドラゴンに殺されろって言うの。おう、その通りだ。行きましょう。なんだろう、ちょっといまいち話がちぐはぐしてるような気がするんだが。悪党どもなら相手にできるが、ドラゴン。さあ果たしてね、レベル今5ですが、これであれ消えたよイリスさん。おい、ワープすんなよ。さあみんな行こう。レベル5でね勝てる相手なのか。まあイリスさんとかね。あ、イリスじゃないね、イリレス。まあイリレスさんがいるんでね、負けることはないと思うが。さあ結構近いのかな、どうなんだろう。どこ行くんだろうね。あ、矢印あるな、向こう側だ。あ、お、そっち。ちょっと変な道取らん。じゃあ引っかかってる、引っかかってる。みんな当たり前のように松明持ってるな。あっちが、あ、おお、火がついてる。あそこか。
お前道間違えたろ今軽く。はい、そろそろ出るのか。今のところドラゴンの残した計測が見当たらないわ。でもここにいたのは確かだよね。ひどい状態だけど何があったか調べないと。たとえドラゴンが辺りに潜んでいるとしてもね。参加して生存者を探して。オッケー、まずは何と戦っているのかを知る必要があるわ。さっきねこの上に立ってた人いましたもんね。前回歩いた時石の監視と。ダメだ、戻れ、まだ近くにいる。おお、いたいた。この人トウが逃げようとした時に捕まった。キナレス、助けてくれ。彼がまたやってきた。また来たわ。来た、隠れて全ての矢を当てるのよ。やって、ちょっと待って、ちょっと矢の準備。古代ノルドの弓、矢でやるのね。どこだよ、どこ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 。あ、いた、一人称。これ無理じゃない。オッケー、ほら当たんねえだろこれ、早すぎるよ。真下取れてる。オッケー、ほら、危ない。あのね、一瞬で見失った。ほらほら、俺はね、わかんねえだろこれ。なんか喋ってますけど。すげえなんか喋ってたよ。お、まだ飛んでる、まだ飛んでる。おお。あ、クソ当たんねえ。まあ、適当に打ってりゃいつか当たるんじゃないかな。お、着地した。うわ、怖えよ。よし、これはね、叩きに行こう。ドバキン、やめろ。お、うわ、矢がすごい、金がすげえな。ブーツとかいらないけどね、これはいらない。いい打ちっぷりよ、みんな。何が起きているの。あ、死んでる。全員下がって。鋼鉄の絵はいるね。ワインはいらない。あ、かっこいいねこれね。俺の今盾は22、全然違うな。なんだなんだなんだ。ミルムールニル、ドラゴンソウルを吸収した、揺るぎなき力を習得したと。なんだ、シャウト、これか。揺るぎなき力、これだね。 R2 でシャウト。信じられない、お前はドラゴンボーンだ。ドラゴンボーン、どういう意味だ。最も古い話はまだスカイリムにドラゴンがいた頃まで遡る。ドラゴンボーンはドラゴンを殺害し、その力を盗んでいたんだ。そうなんだろう、ドラゴンの力を吸収したんだろう。あ、なるほど、さっきの霧みたいなやつだね。おそらくそうだろう。
そうだろうな。叫べるはずだ。それが意味することはたった一つ。お前はドラゴンボーンだ。ドラゴンボーン？何の話だ？ほう。その通りだ。なんかさっきでも仲間が結構死んでたからアイテムがないかな。よいしょ。鋼鉄の矢11本。いいね。普通のもう矢いらないよね。だったら結構鋼鉄の矢手に入ったからね。あーでも100本か。これいらない。もうこれ装備はもうこれだね。鋼鉄の矢でいこう。お、ここにも死んでる。松明もらっとこうかな。かっこいいねこれ。なんかまたいかつい系だねこれ。鋼鉄の矢なんでこの人あの盾2つ持ってんだこれ。今までドラゴンはいなかった。奴らが戻ってきたのはこれが初めてだ。あ、なんか骸骨になってる。古い物語によればドラゴンボーンはドラゴンを殺しその力を奪えるらしい。お前がそうに違いない。イリレス、どう思う？やけに静かだな。頼むよイリレス、教えてくれ。ぶち顔怖えし。話を信じるのか。何もわからないことについて話すより離れておとなしくしてた方がいいわ。ドラゴンが死んでるわ。これではっきりしたわね。奴らは殺すことができるのよ。でも神話に出てくるドラゴンボーンは必要ないの。ドラゴンを倒せるような人は手に余るわ。お前は信じないだろう。ノルドではないからな。お、ちょっとした差別が。ちょうどこんな感じの変わったものをたくさん目にしたわ。その利き腕の強さには信頼を置いていいわ。物語は伝説以上だもの。たった今お前がやったのがシャウトだ。間違いない。お前は本物のドラゴンボーンのようだな。ありがとう。さあもう一回やってみようか。ボンス！スーム！あいつがスームを召喚した。あ、スームって言うんだ。さあもうこれはここで終わりなのかな。ドラゴン倒したことで。お、ここでも死んでる。さあ鋼鉄の矢もらっていきましょう。さあ目標が変わってますね。ドラゴンの目覚め、バルグリフ市長に報告する。わかった。ドラゴン戦なんかそこまで苦戦はしなかったですね。なんかイレイスかながちょうどタゲを取っててくれたんで、もう私ただ切り刻んだだけですからね。おっていうかバルここに移動しよう。移動ホワイトラント。あ、ドラゴンズリーチには直接はいけないのか。じゃあ歩いていっか。なんか音楽が壮大ですね。なんかん、じゃがいも？あ、これ取れるんだ。じゃあこれキャベツかだね。ふう、大変だった。帰ってきたぞ。おお、なんだ揺れる。お化け？なんだ今オーバーケーって言ったけど。
特に町の中はドラゴンを倒したにもかかわらず、ありがとう、俺がやっつけたよ。なんか町の中としてはあまり変わり映えしないんですね。なんかみんなが叩いてくれる的なものを期待してたんですけど、さあ市長に報告しよう。市長いるね。よし、やっと来たな。族長がお待ちかねだ。召喚は聞いただろう。他にどんな意味がある。召喚グレビアード。グレビアード、ちょうどお前の話をしていたところだ。同志から話がある。あの監視塔で何があったんだ。ドラゴンはそこにいたのか。監視塔は破壊され、ドラゴンは倒した。イリレスが頼りになることは分かっていた。だがこの件にはそれ以上のことがあるに違いない。ドラゴンが死んだ時、何らかの力を吸収したようだ。それなら本当なんだな。グレイビアードは本当にお前を呼び出していたんだ。グレイビアードってなんだ。グレイビアード、声の使い方の達人だ。世界の喉の絶壁高く、人里離れた場所に住んでいる。そのグレイビアードは自分に何をさせたいんだ。ドラゴンボーンは声に独特の才能があると言われている。生命活動の最も重要な部分をスーム、つまりシャウトに集中させる能力だ。本当にお前がドラゴンボーンなら、その才能の使い方を彼らから教わるといい。ほう。ホワイトランに戻ってくるときに題名を聞かなかったのか。ああ、聞いた。あれはグレイビアードの声。お前をハイフロス側に召喚しているのだ。お前じゃないな、喋ってるの。こんなこと、お前か。少なくともこの数世紀で初めてだ。タイバーセプティム自身がまだアトモーラのタロスだった頃に召喚されて以来だぞ。おー、すごいいいことなのか。ノルドのヨタ話が俺たちの仲間と何の関係がある。あの男ならできるかもしれないが、あいつがあのドラゴンボーンだった様子は全然ないな。ノルドの戯言だと思い上がった愚か者め。なんで喧嘩を始めるんだ。最初の帝国の建国にまでつながる神聖な伝統なんだぞ。ウロンガル、アベニッチにそう辛く当たるな。もちろん軽蔑してるってことじゃない。それじゃあグレイビアードは彼に何を望んでるんだ。それはグレイビアードのやるべきことだ。俺たちじゃない。ドラゴンを殺したとき何が起こったにせよ、それがお前の中の何かを表した。そしてグレイビアードがそれを聞いた。お前がドラゴンボーンだと彼らが思っているのなら、誰が文句を言えようか。今すぐハイフロス側に行った方がいい。グレイビアードの召喚を拒絶することはできない。これは非常な名誉だからな。羨ましいよ。もう一度7000階段を登れたらな。俺も前にその暗記をしたんだ。知ってたか、ハイフロス川は非常に平和な場所だ。この世界の問題からは全く切り離されている。グレイビアードはこの下で何が起きているのか気づいてさえいるのかな。前は全く気にかける素振りもなかったが、何があってもだ。ハイフロス川に行け。グレイビアードが教えてくれることを学んでこい。私だけでなく町に対しても大いに貢献してくれたドラゴンボーンよ。市長としての権利により君をホワイトランの重臣に任命する。私に与えることが許されている中で、これは最高の名誉。ありがとう、ありがたく受け取ろう。君、リディアを私兵に任命する。リディア、そしてこの武器が君の役職を示す記章となる。衛兵にも新たな肩書きのことを知らせておこう。取るに足らぬもののままだと思われたくはないだろう。我々の都市の重視としてお前を迎えられ光栄だ、ドラゴンボーンよ。
仕事に戻れ、プロベンタス。まだ町を防衛する仕事が残ったぞ。なんか武器をもらったっぽいですね。なんだ、ホワイトランの斧、これかっこいいな。これかっこいいよ。かっこいいけど、これ俺使うか、装備だね俺。ホワイトランの斧いいね。古代ノルドの片手剣は捨てちゃおうかな。じゃあかしこまりました。さあ、ハイフロスガーというところに行けということでございますね。市長があなたの私兵に私を任命したの。あ、こいつがリディア、女の子なんだね。よし、ついてきてくれ、手を貸してほしい。いいだろう。なんでちょっと上からなの。話す。私がついてますよ。お、持ち物を渡すこともできるぞ。あなたの重荷は背負うって誓ったのよ。おう、じゃあちょっと武器をあげようかな。武器と防具ね。あなた鋼鉄の剣しか持ってないから、この古代ノルドの片手剣、これをあげよう。でね、ついでにこの辺もあげようかな。火炎の杖ね、これもあげよう。まあ、決してね、邪魔だからというわけではない。矢もあげよう。矢もね、あんま使わないから。で、防具は余りがないから、まあそのぐらいで勘弁してくれ。先に行って、ついていきます。お、斧を装備してくれたようだ。いいねー。はい、時間もちょうどいいので、では、ここでね、一旦終了にいたしましょう。本日ね、ドラゴン戦を完了しまして、隣にいるリディアとね、仲間になったというところで、装備もほぼほぼ一緒ですね。てか、お前の盾の方がなんか立派そうなの持ってますね。はい、ということで本日の実況スカイリムはこちらで終了したいと思います。また次回スカイリム実況よろしくお願いいたします。ソルトでした。